皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日も午前中の早い時間帯の50から3や40から3たちの様子をお届けします。昨日も撮影時間が早朝だったのはわけがございまして、10月22日に私が住む釧路町の釧路町議会議員選挙がございまして、朝から夕方までひっきりなしに選挙カーが候補者の名前を連呼しながら通り過ぎていきます。その音声が入ってしまうため、選挙カーが動き出す前の時間限定で撮影しております。今朝も50から3が心地よいビートを刻みながら軽快にひまわりの種を割っております。時々人面積くんに力強いビートでくちばしを打ちつけるので、くちばしの先を怪我しないか心配しております。今朝は4羽で餌を食べに来ていた50から3人面積くんを使うことができるのは1羽だけなので早い者勝ちです。その他の50から3はどうしているかというと、人面積くんが開くのを待つか、もしくは我が家の駐車場にできたコンクリートの割れ目にひまわりの種を挟んで割って食べています。やはり殻割り人気ナンバーワンは人面積くんです。人面積くんの上はあっという間にひまわりの殻だらけ。上からのアングルで見るとよくわかりますが、50から3はひまわりの種の殻を割って中身を取り出し、それをさらにくちばしで細かく割ってから食べています。さてさて、これは天下のナショジオさんでも見られない代物ですよ皆さん。さあさあ、ずずっと近くに寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、ついでにチャンネル登録してらっしゃい。おっとっと、忘れずいいねボタンもポチッとな。おっとびっくり、今回のドッキリポイントはここでした。なぜか毎回ドッキリを仕掛ける50から3。50から3は腹の中で悪だくみや見ている皆さんに意地悪しようとしているわけではございません。だって普通の50からよりもお腹が白飛びするくらい白い白腹50からですから、腹黒いことを考えているわけないじゃないですか。ははは、気に入らないひまわりはポイ捨てする50から3。毎朝バードフィーダーの下を掃除する身にもなってくださいよ。遠くから選挙カーの音が聞こえてきましたので、外の音を絞ります。私のしゃべりもようやく調子が上がってきたところですが、家の近くを選挙カーが大音量で通る時間となりました。残念ながら本日はこの辺でお別れしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。